どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、マリオットボンボイで新しいプロモーションが開始になりましたので、本日はこちらの解説、やっていきたいなと思います。 ということで、公式サイトはですね、こういった形になっております。こちらね、私はアプリでもね、確認できましたんで、アプリでもね、見ることができると思うんですけども、今回のキャンペーンですね、1500ボーナスポイントを滞在ごとに獲得点は他にもということで、自分らしいボーナスポイントを獲得、滞在ごとに1500ポイント、プラス、3つのブランド、利用ごとに3000ポイントということで利用することができます。こちらね、あの、詳細とね、あの、規約がね、書いてあるんですけども、 ちょっとね、こちら読みづらいので、私の方でね、まとめさせていただきました。 それがね、ここら辺ね、ちょっと出させていただきますけども、まずね、エントリー期間が2023年の11月の22日までというふうになっておりまして、主学期間が2023年の9月の12日から、2023年9月の6日までって言った形になります。こちらね、エントリー必須になっておりますので、まあ、アプリのね、プロモーション画面にね、こちら出てるかな、なんていうふうに思うんですけども、エントリーね、忘れずにしてね、いただければなぁと思います。で、今回のキャンペーンの特典なんですけども、滞在ごとにえ 500ポポイインントトのボーナスポイントね獲得することができますこちらに関しては、上限なしでね、利用することができて、またね、3つに異なるブランドを利用ごとに、追加で3000ポイントがね、もらえるって言いたがちになります。こちら、ホテルブランドをですね、分けていただくと、こちらね、3ブランドごとにですね、3000ポイントがね、もらえるわけなんですけども、まあ、こちらに関してはですね、今ね、あの、国内のマリオットボンンホテルで非常に値段が高くなっているっていうね、話をさせていただいておりますので、 まあ、フェアフィールドとかね、そういうホテルで結構ね、あの、リーズナムなホテルでね、利用できる機会がある方はね、非常にいいかな、なんていうふうに思うんですけども、まあ、こちらね、ブランド分けなきゃいけないんで、フェアフィールドも一回しかね、あの、利用することができないんですよね。ですので、国内で利用するっていうのはね、結構厳しいかもしれないんですけども、まあ、ホテル分けてね、宿泊できそうな予定の方はですね、まあ、こちらね、 ボーナスポイント3000ポイントね、もらえるっていう風になりますんで、こちらね、結構いいですよね。で、ポイント付与ですね。まずね、1500ポイントもらえる方に関しては、チェックアウト7営業曜日以内にですね、もらえるって言った味になります。 で、またね、3000ポイントの方はですね、プロモーション終了後、6週間以内にね、付与っていうふうになりますので、今回のね、このプロモーションは12月の6日までね、宿泊期間がありますので、付与自体はですね、2024年の1月中旬ぐらいにね、なってしまうかな、なんていうふうに思いますので、この点はね、覚えておいていただきたいなと思います。で、注意事項なんですけども、今回のね、このプロモーションは、支払いを伴うものが対象っていうふうになっておりますので、マリオットボンボイにはですね、現金とポイント ポイントを組み合わせてね宿泊する方法であったりまたね無料宿泊特典、まあマリオットアメックスプレミアムカードとかのね特典ありますよねああいう無料宿泊特典で利用する場合であったりまたねマリオットボンボイポイントを使ってねあの宿泊する場合ありますよねまあこういったものはですねすべてね対象外っていう風になりますんでこの点はね注意していただきたいなぁなんていうふうに思いますで今回のねプロモーションもですね1滞在ごとにね1500ポイントがねもらえるっていう風になりますんで1滞在っていうのはですね基本 基本的にチェックインからチェックアウトまでが1滞在っていう風になりますんで一つのホテルね5連泊していただいても10連泊していただいても1滞在っていう風になりますのでこの点はね注意してください滞在を分けたい場合はもうホテルをねあの変えていただくっていう風になりますので a ホテルで一泊 b ホテルで一泊すればまあ、2滞在になるわけなんですけれども一つのホテルでね何連泊していただいてもね1滞在っていう風になりますしその間にチェックアウトチェックインを繰り返してもね1滞在でカウントされて てしまいますので、この点をね。注意していただきたいなあ。なんていう風に思います。ということでこういった感じでですね。 え、オファーがね、来ているんですよね。おそらく今回のオファーに関してはみんなね、対象なのではないのかな、なんていうふうに思いますので、マリオットボンボイアプリウェブであったりね、アプリね、開いてこのね、プロモーションね、ぜひエントリーね、しといていただければなと思います。まあ、優勝でね、宿泊する必要があるっていう風になりますんで、まあ、ちょっとね、ハードル高い部分もあるかもしれないんですけども、この前ね、動画出させていただいた嬉野温泉とかですね、9月12日以降ね、利用される方はこちら1回利用していただければね、えー 1500ボーナスポイントはね、もらえるっていう風になりますんでね、現金で宿泊すれば、かなりね、いいキャンペーンではないのかな、なんていう風に思いますので、エントリーね、忘れずに、えー、利用ね、していただければなと思います。またね、宿泊期間は2023年の9月の12日以降っていう風になりますんで、この動画出てんのね、8月中なんでね、あの、まだね、開始になっておりませんので、この点はね、注意していただきたいなと思います。それでは次ですね、今ね、マリオットボンボイのアプリですね、こちらね、 ポイント獲得の下のところにですね、ポイントの有効期限がね、表示されているわけなんですけども、こちらね、 アメリカのブログの方ではですね、かなり話題になってまして、なんで有効期限が記載されているんだ。しかも、こちらね、2025年の8月の15日ってなってると思うんですけども、このマリオットボンボイホテルのね、ロイヤリティプログラムではですね、マリオットボンボイポイントの有効期限っていうのは、ポイントがね、加算されていくと、え都度更新でね、あの、更新されていくんで、まあ、マリオットアメックスプレミアムとかね、使っていただいている方は、ずっとね、ポイントが、あの、有効期限なしでね、利用する ことがでできるるっっていう風になっていいうにななわけなんですけんすまあ、それがね、反映されてないということで、まあ、かなりね、話題になっているっていうふうになりますんで、まあ、皆さんもね、マリオットボンボイアプリのポイント画面で開いたら、多分こういった感じでね、有効期限、記載されていると思うんですけども、マリオットボンボイのね、プログラムでは、加算があればですね、ずっとね、こちら延長されていくっていうふうになりますんで、まあ、表示はあるんですけどもね、ここはね、あの、ご安心いただければな、なんていうふうに思いますので、この点もね、覚えておいていただきたいなと、 思います今までね、このマリオットボンボイポイントのね、有効期限っていうのは、表示されるね、仕様になってなかったわけなんですけども、まあ、最近ね、急に表示されるようになりまして、しかもね、こちら、特にね、更新されてなさそうなんで、毎日ね、1日ずつね、増えていくんだったらね、あの、いいんですけども、そうではないっていうふうになりますんで、この点もね、あの、有効期限ね、ずっとポイントがね、加算されている方に関してはですね、有効期限なくね、利用することができるっていうふうになっておりますんで、この点もね、覚えておいていただき いただきたいなと思いますということで今回ですねマリオットボンボイホテルが新しいオファーをね開始しましたので解説させていただいたわけなんですけどもいやねいいですね久しぶりにね全員対象っぽいねオファーが来ましたのでまあちょっとね優勝宿泊ということでまあ利用される方ねかなり限定的にはなるかもしれないんですけどもこれからね 夏休み等々ね、まだ取られてないとかでね、まあそういった方で利用される方はですね、ぜひね、エントリー忘れずにね、利用していただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントね、やっておりますんで、ぜひね、チェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ